隠密、それはサバイバーの基本の木。敵に見つからなければ死ぬことなし。それすなわち無敵。視界に捉え、相手の背後をえぐるように回り込むべし。そして華麗かつ速攻で相手の視界から消え去ればわ。わおあーあへいへい、落ち着くんだよ。ここまでは先生の計算通りさ、本当さ。ここからチェイスに持ち込んで、時間稼ぎまくりからの脱出や、船の中は落下ポイントがあり、また入り組んだ地形にもなっているので敵を撒くには絶好のポイントです。ここで、華麗にキラーのアンチクショーを撒いてやるぜ。うおスマチョキ。はい、いやー真後ろにいらっしゃる。加速で距離を離しつつ、旋回からの旋回、うおからの旋回からの旋回、えらい背後にべったりくっつきますね。デッドハート読みでしょうか。あここで私が旋回と見せかけて急停止。ビリーは反応できず慌ててダッシュ攻撃を空振る。その背後を取りつつ相手をかく乱からの距離を離して煙に巻く。これが決まれば一縷の希望が現実に。よし、かましてやりましょう。せーのー。あの、こんにちは、ユスキゆかりです。デッドバイデイライトをプレイしていきましょう。今回もサバイバー側でプレイしていこうと思います。使用するキャラはローリー・ストロード。最近購入したサバイバーなので、動画にしたいと思っちゃいました。では前のデイビッド・キングに続き、今回はローリーの解説を交えつつプレイしていきます。題して、我らの生き様をしかと見よう、ローリー・ストロード編。さあ、参りましょう。さあ、ゲーム開始だぜ。開幕早々オブセッションを勝ち取っていく。まあ、先生はもうベテランなので、周囲の探索などしなくても速攻で発電機触って、高速修理からの脱出かましてやりますよ。やっべ、へっへっへ、とっとと逃げましょう。にゃーうらー見つかるのはいや、見つかるのはいや。逃げろ、逃げろ、逃げろ、逃げろ。あ、レイン発見。で壊している暇がないので、とっととトンツラしましょう。これ来てるんですかね。来てますねー。うっすらもやみたいなの見えた。背景が歪んで見えたもん。背景が歪むところにレースあり。くっそ、これでも捉え。ノー危ねー。ちょっとレースさんも驚いてるじゃねーか。すみません。はいはーずっとついてきますね。ここは高い遮蔽物のところへ逃げ込み、なんとか泣くしかありません。来とる来とる。加速で殴られる前に、速攻で板を倒すべし。逃げろはぁ、何もない。だ。と見せかけて、ローリーはここからか混乱です。彼女の固有パーク、決死の一撃は、担がれてもスキルチェックを成功させることで一度だけ鬼の手から逃れられるという、超強力なパークなのです。さあ、かませよっしゃ、早く逃げ。手あるめっちゃ鬼か邪魔すぎて向こう側はいけないんですけど、やっべこれ速攻で殴られ。やっぱり先生は持ってますから、何気ない失敗も成功にひっくり返すスーパー能力、パー能力、パー能力。その後、決死の一撃でヘイトを高めまくった先生は、ひたすら狙われて天に帰りました。ネバーギブアップ。まだまだ負けるわけにはいかないんだ、ローリー。って、開幕早々絶望的な状況なんですけど。めっちゃ来とるひぃスマ着で距離を離しますが、ビルビル焼いてたと効果が薄いですね。チェーンソーで一気に距離を詰められてしまいます。危なーい。やっべ、引っかかった。チェーンソーだけは食らっちゃダメ。キラーと直線上の配置にならないように立ち回るべし。よっ。あっ。ひぃすみません、小屋板使います。窓枠、さあここで先生、必殺技を見せちゃいます。必殺、窓枠足元潜り。
必殺、窓枠足元潜りとは、窓枠を越えてきたキラーの足元にこっそり潜り込むテクニックである。キラーが窓を越える際は、目線が前方足元に集中します。しゃがんで横にこっそり潜り込み、キラーの死角を突くことで、キラーのアンチ気象をうまく必殺のテクニックなのです。小技下手すぎ。